はい、やってまいりました。今日も何時？17時15分15分回りました。ニコナイト、はい、ザ・サロンの R20 始まりました。いつも通りだね。いつも通りだね、うん、でもあのね、タイちゃんね、後から来るんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあどうぞオープニング動画どうぞ。元気っすか？元気っすね、今日は。嘘、先週ちょっとノンアルでテンション低かったから、うん、ちょっと反省して酒飲むね。反省してんだ。うん、じゃあなんかあれなんだよね。どうした？逆に今日飲めなくてさ、なんかいつも俺からしたらちょっと休み明けですごいさ、いい感じなパリピな感じ、うん、感じな気分なんだけど、さっきご飯をね、かっこみすぎてね、うん、飲めなくて。何食った？丼をね。あー、重いね。俺今日ちゃんと自分でうどん茹でて家で食ってきたよ。いいな、なんかそういうのしたい。もう4玉茹でて、2玉を釜揚げうどん、2玉を鶏塩うどん、最高だな。そんな感じにした。お父さんみたいだね。お父さんみたいな。もう家でもうね、今日はあの棚届いたから棚受け取って、うん、棚作るじゃん、うん、棚の、あのうどん食って、いい日だ今日は。お父さんやね。別にゴールデンウィークとかじゃないよ、普通に天休で昨日休みだったんだけど。そうだね、昨日は昨日でね、俺ずっと YouTube 見てたらもう終わってた一日が。何見んのよ YouTube で。あのね、俺パチスロのさ実践動画。いや、おっさんやんって。だからやってっことおっさんだよね。あれをね、はい乾杯、はい乾杯、イエーイ。タイちゃん待ってね。あれを見てたらもうなんかね、うちに行きたいんだけど動きたくないと思って。うーん、でもパチスロー、まあまあまあ好きなアニメとかの台が多いじゃんか、うん、あ、まあね、アニメの台多いし。これバジリスクがさ、うん、一番最初甲賀忍法帳っていう小説だったんだけど、うん、その小説も読んだし漫画も読んだし、うん、アニメも見て、でスロット打ったのよ。だからね、スロットからね、スロットからみたいなやつあるじゃんたまに、うん、そのパターンだから結構ミーハーで、なんだろうね、初めてやったの18やったけど、うん、19か18か19ぐらいで、あのマクロスをね、あ、マクロスね、初めて、初代のやつでしょ。そう、まずあの吸い込まれるじゃん、うん、千円札が、うん、怖くなかった最初。いやー怖かったね。怖かったんだけど、うん、吸い込まれたと思って、うん、で、たまに変わるじゃん、やばいやばいやばいみたいなんで打ったら、1000円入れた投資で、うん、8万円ぐらいになったの。あ、すげえな。そうそうそう、それがきっかけでね、ちょっと一回ハマっちゃったことあったの。そうなんだ。エスパスはまあ個人的にはあまり行かない。で、まあ最近全然行ってないんだけど、昔もあんま俺行ってない。グランパっていうところにすごい行ってるからね。うん、グランパ。じゃあ、あのね、俺の好きな行ってたわパチスロのライターさんが結構そのグランパっていうところで収録やってるんだけど。マリモさん？いや、俺非現人さん、ね、え、来るんだ。非現人さん結構収録できてて、ブラマヨの吉田さんとか来るよねたまに。あ、そうそう、なんだっけ、ブラバラだっけ。なんや、なんや、ブラバラ。え、違う違う、あれあれで来る、あのね、京楽の番組で来る。あー、それ多分ブラックなんとかだ。そうだっけ。うん、崖っぱちだ。崖っぱち、崖っぱち、崖っぱち。非現人知ってる、あの人うるさくてって言うけど、あのうるさいのがちょっと面白いんだよね。家で一人でめっちゃテンションが低いって非現人ってあれじゃないの、元気になってくる、ふんどしの人。おきどきとかすごいさ、あ、そう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 、好きな人だよね。そう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 。あー、まあ、パッチスロで今までどれぐらい当たったって言われてるけど、俺万枚は結構出してるから、1日で1回しか出したことないよ。
28万かな最高買ったのが確か。いいね、28万すごいよ、うん、もう投資5000円ぐらいで1万5000枚近く出たから。うわ、2万枚コースまで行ったことあるけど、うん、打ち切れんくて。ああね、万枚はね、サラリーマン番長とバジスク、バジツ、バジキズナどっちも出してて、あと北斗の転生ぐらいかな、ね、めっちゃ出すじゃん、ぐらいぐらいぐらい。ゴッドオンゴッドオンゴッドオンゴッドしたことある。俺ゴッドオンゴッドオンゴッドまでしかないね。すごい、なんかごめんね、パチスの話おっさんの回ねえ、ちょっと、うん、おっさんだよね。パチンコだったらね、32万買ったことあるんだ。怖っ。ウルトラマン太郎の台、あれめっちゃ好きでさ、ウルトラマン太郎ちっちゃい頃とか見てたじゃん。あ、でも見てないか。ちょっと待って、太郎って本当お父さんじゃないよ。いや、世代だから、なんかその借りてきて見たりしてたの。嘘だ、絶対嘘だよ。借りてきて見てたの。俺だってウルトラマン系好きだったから、お母さんとあの蓮田駅の前にウェアハウスっていうレンタル屋さんあったんだけど、うん、そこ行ったら絶対ウルトラマンシリーズは借りてたから行ったことないや、ウルトラマン。まあパチスロ界になるかもしんないけど、タイガーに語らせたらもっとすごいからね、多分。 あいつが多分一番やると思う、ね、俺もうなんだかんだ最近全然行ってないから、なんかもう見るだけで満足しちゃってるよ。ちょっとそれ以外のね、趣味があんまないんだよね。そうだね、釣りも行きたいけどね。釣り行きたい。なんか去年の社員旅行、沖縄行った時、うん、沖縄行った時ね、一緒の船で釣りしたもんね。釣りしたね、うん、めっちゃ暑かったね日焼けめっちゃしたもんね。10月の終わり、いや始まりか、始めぐらい行ったの。そうだね、社員旅行、そうだ、ね、石垣島かな。そうそうそう、トキ、うん、のね、誕生日らへんだったから、確かそうだと思う。10月の1日から5日ぐらいまで行ったの、うん、確か。でなんかでけーやつ釣りやると思ったら、なんかこんぐらいのさ、かわいいやついっぱい釣れたけど、くるくん、そう、それを餌にこんなでかいの釣ろうと思ってたら、でかいのは全然釣れなかったね。ね、今年はリベンジ。引きはあったんだけどね。そうそうそう、俺もだって1回かかったけど、糸スパーン切れてたから、あ、これサメだねみたいに言われたし、言ってたね。釣れんかったよ。まあ釣りだと俺も海、川、湖、何でもやるからね。ちっちゃい頃とか、ちっちゃい頃しかやったことなくて、うん、あれがだから久々で、もう何年ぶりってぐらいで、十何年ぶりとか、うん、あの時の格好結構ワイルドだったよね、ミッカーとかね恥ずかしいね。なんかもう頭にもうバンダナ巻いて海の男みたいな感じになってた。やってた。てか嫉妬しないと。それいつきだ。あ、そうだっけ、ミックやってなかったっけ。俺は割とラフなタンクトップだったね。なんならちょっと最初俺二日酔いだったからね、船乗った時あ、そう行きたいね。なんか前日とかにね、とりあえず沖縄着いて初日行ってグループ全体で飲むんだけど、うん、その時に俺泡盛り瓶ごと飲まされて。じゃあよくないよね、ホスト同士の飲み会みたいなって。そうで俺めっちゃベロベロだったからさ、その日帰ってすぐ寝たのは寝たんだけど、途中で起きてゲロ吐いたりとかしてたから、うん、かわいそう。でも朝4時起きとかだったよね。そうだね、早かった。なんなら俺多分寝過ごして、みっくんかなんか、みっくんだか誰だか起こしに来てくれた。そう、起こしに行ったよ。だよね、うん。でしかもその後俺もう一回寝て、結局15分ぐらい遅刻した。うん、そうそうそう、なんだかんだ普通に時間間に合ってたしね。まあね、大丈夫だったけど。てかなんなら迎えに来てくれた釣り船のおっちゃんたちの方が遅かった。うん、遅かった遅かった。楽しいね、社員旅行も。まあでもあと少しっちゃ少し、まあでもそうだね、でも違うんだよ。てか思えばもう5月っすよ、うん、で終わるんだよ。5月の終わりだね、もう20日でしょ今日。うん、やばくない。やばいよ、早いよ。やばくない。今月残すはもうあとね半分でしょ。飲み切り男祭りイベントだけ今月あ、そうだそうだ、22日。え、もうじゃん、もうすぐだよ。 22? あと明後日じゃん。そうそうそう、明後日明後日イベントです。イベントイベント詳細はまだ決まってないっちゃ決まってないんだけど、うん、とりあえずいっぱい飲もうっていうイベントだよね。なんか話した感じまだ決定かは分かんないけど、
あのシャンパンタワー組んでそこにカロリーとかブワー入れて飲み切るまで帰れませんみたいなのやろうかなとかも頭悪っ話もあったけど、あれ結構ね量あるんだよ。頭悪いね。ちょっとしんどいよね。ちょっとまあ面白そうだけど、だからそんなんやってたら私たちが持たないですね。なんならあのあれがいい、淡麗タワーがいい。だったらねえ、まああと来月はえ何わ今タイガーが来たけどすごい全身鏡で確認してるよ。ちなみに今日のタイガーの服はこの間新調日っつってみんなで買いに行ったんだけど、服を、あ、そうだ、それの時に買ったおよそ10万円ぐらいのジャケットを今日早速ね、あ、ほんと、うん、着てきてるんで。大河くんどうぞ。なんでもそういう感じ。ちなみにそのジャケットいくらだったかだけ。ジャケットっすか。うん、ジャケットはそうっすね、7万ぐらいですかね。7万ぐらい。はい、あの大河の間にね、うん、めっちゃスロットの話した。ああそれ大事だよ。それ大事だよ。大事か。大事だよ。何でも。ああ僕も一杯いただいてもって言いそうになった今。いただきましょう。ピーチ飲む。あいいね。ちょっとお酒飲みたいかも。えどうしたの今日。珍しくない。わかんない。なんかあった。アイスやばくない。アイスやばいよ。アイスやばくない。アイスやばいよ。タイガのおすすめブランドはもうね川のしかないっす。川のでしか買わないからタイガは。はい。川の俺なんか全然買いたいと思う服がなかったから。いやもう川形状が全然違うから。川のやっぱホストっぽいからね。なんなら俺今日このパーカー、俺、はい、カズマさんにもらったやつだし。やめてそうよ言うてんな。じゃあこれねめっちゃいいんだよ。あの腹が隠れんのよ。デブに見えない。だからいいかなと思って。まあ、でもデブだよ。まあ、デブだよ。髪は軽いのなんか。そこを改めて言う必要あった。いや。よし。久しぶりです。前回俺出てないよね、多分ね。出てないんじゃない。ね、待ってるっつったのに、うん、全然来なかったから寝てたよね、普通にね。うんうん、うん、みんななんか、みんないいね、久しぶりって言ってくれるとなんかいつもなんか見てくれてますっていう感があるからさ、ね、すごいいいよね。ちなみにだけど俺、一昨日髪切ったのよ。え誰も気づいてくれない。気づかねえ。あ、でもちょっとさっぱりしたかなって。さっぱりしたでしょ。タバ感が、ね、うん、ちゃんと出るようになったし、トップと前髪だけ長さ変えたんだけど、もう誰も気づいてくれない。でもね、やっぱね、まごちゃん短い方がいいよ。ないよね、うん、俺も短い方が多分、うん、髪って短い方がなんかかっこいいよね。そうなんだよ。みんな気づかないんだよ、それに。基本的に短い方がかっこいいじゃん、うん、でも短いって自分では違和感。でもめっちゃ気にするじゃん。俺はやばい、髪の毛は気にする。気にする。俺なんならね、別に言われなかったら3ヶ月もかけて平気で切りに行かなくても平気だから。それ何、まあでもダメだよ、ダメだよ。色がね、綺麗に。俺もとかもうすごいプリンだから今もうそろそろ行かないと。もうヘルメットみたいな、ジャギみたいになってるから今。ジャギみたいになってるからさ。長髪も好きなんだけどね。長髪も良くない。ミックもだって若い頃長かったでしょ。いやもうめちゃめちゃ長くてキモかったね。ミックの昔の写真見たらもうめっちゃギャル男みたいなギャル男感じになったし、タイガもなんかあったっけ長い写真。俺は今が長いかも。今が一番長い。昔はだって営業マンだから短いもん。うん、その時の写真いいけどね、好きだけど。ちょっと出してもいいか、この画面にバンっつって。出そうよ、タイガの昔の写真。うん、でも意外と評判いいんだよ。あ、でも やっぱ恥ずかしいから。俺もあるかな。俺携帯撮ったから全然ないんだよね。ほら月1以降だって髪。当たり前だよ、俺は月1。いや、ほんとだよ。いや、ホストになってからもちろん月1行くよ、もう行こう。まあ、月1ぐらいかな。月、俺 1.5 に1かも。俺、大学生の頃とか1ヶ月半ぐらいで1回行くかな。めっちゃ短くして、めっちゃ長くなるまで待ってとかっていう感じだったよ、うん、大学生の頃とか。おすすめの美容院。俺はもうノーラスしか行けないっす。俺はもうノーラスやん。みんなノーラスだね。かな、うん、ノーラスね、何がいいって切ってる間、タバコ吸えんだよ。それだ。そこ大事だよね。ノーラス。そういうもんなん。24時間だし、タバコ吸えるし、うん、夜中仕事終わりも行けるからね、めっちゃいいよ、ね、そうみっくんのでも昔の画像も見たいね。どうやって出すの、ね、これ向こうの人に言ったら多分できる。いけますよね。グループライン送っていただければ。おう、じゃあグループラインに送ろう。ちょっとじゃあ BGM ちょっとやってよ。そもそも俺あるのかな、昔の写真。みんなじゃあ昔の画像公開しよう。
嘘、嘘、俺マジでやっちゃう。大学の学生証の写真はあるんだけどさ、CM だ、大学名とか本気で入ってるやつだからちょっとやめたいんだよ。でもそういうのいいじゃん別に、それめっちゃおもろいじゃん、自慢できるじゃん。いや別にじゃあここらで準備するんで一度ね行きますか。一度 CM の方に、じゃあ後半は昔の画像公開見せましょうということで、 CM どうぞ。サンデー SF 組ふるさき先生、リキト最近全然ダメだな。何がシャンパン先生よ、ほんと口だけだな。くそー、しょうもな。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。はい、はい、なんかね、結構ね、まこちゃんと僕は学生のやつだ、ね、学生の写真があったね。で、あの、たいちゃんはね、今探し、すごい必死に探してるんだけど、どこ行ったっけ。もしかしたらこいつは学生のやつがないかも。俺は営業マンの時だね、多分今が3年ぐらい前。今フィリピン人出た今、うん、ちょっと片言だったよね。ドン、送信します。みっくんのどこ行ったこれか。そう、それ昼休憩やってましたよ、僕4年ぐらい昼食ね、タイガーは。じゃあまず、まこっちゃんのからまこっちゃんの俺のからかな。めっちゃ可愛いからね。まこっちゃんから行こうよ。ちょ、本当にやばい学生せーの、ドン、まこちゃん学生証のやつですね。まだ、ほんと可愛くない。いや、これいいね、これ面白い。そうだね。ちょっとこれ、アヒル口なの。いや、違う、なんかね、アピールしてるよ。違う、なんか学校にその撮影の人が来たんだけど、うん、後ろでさ、みんなが笑わせたりしてくるんだよ。それを必死にこらえてる時の顔やね。え、これ中学生。違う、これ高校生の時。この顔して。え、できねえよ。横から、横から。横から。あ、でも面影はあるね。イケメンだね、でもやっぱり。イケメンだわ、やっぱ。はい、じゃあ次行きましょうか。僕に関してはあんまり見えないんですけど、いいんですかね。行きます。はい、僕めっちゃ自撮りっすよ。せーの、ドン。どこなんですか。あー、でもこれはかっこいい。ちょっとなんかセイジさんに見えるんだけど。セイジさん似てる。似てない。髪が黒、髪がもう黒髪短髪。ちなみにこれ何、居酒屋。これ何だ。これはあの、リアルな話しますと、これあの、これは高校生、営業マンの時ですね。うん、3、あの、先輩にあの、合コンを誘われて、おで、まあ数合わせで行ってって言って、僕その時20歳だったんですよ、まだこの時20歳で、うん、で、あのなんか30歳以上の人しかいないの。うん、まあ個人的にね、僕別に出会いも求めてなかったし、そんなのも、うん、面白くないじゃん、接待的な。そう、接待に近いような感じなんで、もうみんなに任せて、俺トイレでずっと自撮りしてた、これが撮れました。これは奇跡の一枚。居酒屋のトイレっていうか、なんかね、あのもう逃げ、あっさやみたいな、なんかちょっと洋風のおしゃれ な、 あ、そうなんだ、お店の時のあのトイレで自撮りした時のやつでした。はい、閉じて。みんな変に髪とか遊びすぎて残念になってる ね、 ね。いやでも今の俺は全然いい。え、もっと残念なの最後に来るからね。ミック行きましょう。ミックミック行こう。ミックね、個人的にこれいいね、これミックです。これかわいいよね。マジでウケるよね、これ。これやばいね。ちょっとでもかっこいいよね、これはね。ちょっとおもろいな。かっこいい、かっこいい。これはっつってね、もうなんかちょっとなんか田舎のヤンキーが入ってる感じの、いやもうムカつくでしょ、この景色。クロスとかワースとかこの裏の景色ね、このベランダの奥の景色ね。そうそう、あのあれでしょ、学校ね、学校のあの窓が出た時でしょ。でしょ、あのなんかわかる。いや待って、裏の景色やばいやろ、なんもないよ。うん、いやでもまあこんなもんじゃない、田舎なんだ。茨城だっけ。茨城だね。ぜひミッキーの長髪のやつも見せたいんだけど、長髪かっこいいよね。俺長髪結構、長髪のやつ、長髪のやつは持ってないんだよね、俺自分で、うん、あ、ないの。俺も探してみようかな。面白いなこれ。気持ち悪い。ミックンいいよ。マジキモいな。ミックンいいよ今のは。いいね。これはでもね。みんなでも変わんないよね、言ってもそんなにね。まあ、うん、ね。自分で漏れたやつとかないの。自撮り？うん、俺自撮りね。
自分しないんだよね、恥ずかしくて。ただなんか教わって奇跡の一枚的なのはあるけど、うんうんうん、みんなめっちゃ携帯見てる。そう、それを送るじゃん。そういう、そういう枠だから。あ、そうだよね。今日はそういう枠。なんか見たい写真とかありますか、ちなみに。これこれはどう、ゲストの皆さん、これはどう、タイガ。あ、別にいいよ、それ。これ別にオッケー。ちょっとね、結構ディープじゃないの。うん、衝撃的な写真を今から一個送ろうかな。写真ちょっとガンガン送ってみる。そうだね、そうだね、写真とか今まで載せたことなかったよね。うん、そう、でもできるんだよ。すごいね、今のテクニック。テクニック。あとなんだろうな、やさぐれた時の俺とかも。なんだろう、やさぐれたって。これあれでしょ、写真。お、来ました、じゃあ。来ました、じゃあ。早速写真を、ドンと。あ、そっか。何、何が行くの？何行くの？ね、今のミックンとタイガーの衝撃的な写真をちょっと、あ、行きましょう。うん、せーの、どう、あ、ちょっと時間かかるかな。行きました、これ。エロい、下入れてない、これ。これベロ入ってるんだよね、これ。これタクルなんだけど、お客様がタイガーのお客様だっけ。いや違う、まこっちゃんじゃない、俺だっけ。いやもう、めちゃめちゃじゃん、お前。エロくない、これ超。もう酔ってんの、お前。お客様がね、結構 BL が好きな方がいらっしゃって。あ、そうそうそう、チューしたらなんかカロリーも入って。近い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 。あ、でも入ってはいないけど、でも下と、いやでもね、多分この後入ったんだよ、ね、多分。いや入れてない、絶対入れてないはず。だってやだもん。だって見てる俺が気持ち、やだもん、やかましいよ。すごいあれやったもん。俺かってやだし。もういな、もう一回、もう一枚送ったもん。なんかもう一枚は今の衝撃の後だとあんまり楽しくないかもしれない。俺ね、捨てた時の写真、はい、出ました。はい、何で、かっこいいやつ。腹立つわ。これあのね、幹部になる前にうちタバコ吸っちゃいけないんだけど、俺酔っ払って店の外出て小道みたいなところでタバコ吸ってたのよ。それをカノンさんっていう従業員に取られたんだけど、これ腹立つな。これ、これね、ちょっと痩せてた時、痩せてる、かっこいい。今はもうめっちゃパンパンやもんね。じゃあ次行きましょうか。次行きましょう。次送った、あの僕の自撮り、僕の写真送りました。タイガの写真。あ、可愛いでしょ、俺。可愛い。ちょっと待って、これがこれでしょ。そうです、あの6歳ぐらいの時ですね。めっちゃ可愛いじゃん。俺、僕まだ6歳でもないか、まだね、3歳と4歳ぐらいの頃かな。すごいね。なんかもうこの時に、もうあれなの、ちんちんくんの隠し方はもう、そう、知ってる。じゃあ、そうなんだ。おむつです、多分履いてんの。え、めっちゃ可愛い、女の子みたいじゃん。そう、俺子供の頃こんなんでした。なんでこんなんなっちゃったんだろうね。なんでこうなったかっていうと、知らないですね。どっかで触れたんでしょうね。これおもろいね。パンパンになるよね、飲むしね。かわいいね。かわいいけどね、次送ったやつもね、うん、じゃあ次みっくんかな。うん、俺も子供のやつあるわ。あ、何送ったの、これ。あー、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。プリキュアみたい。すごい、この不釣り合いな、わからんのよね。なんの、なんの、なんかね、母にね、コスプレをさせられてる写真なんだけど、カードキャプチャーさくらじゃなくて、キャプチャー、え、噛んだよ今。キャプターやな、カードキャプター。ちょっとグイなんだけど、ちょっとグイだけどね。うん。そう、これはちょっとね、なんだろうね、なんかのやつ。そうそうそう、いやこれ、これが、この子が、これになります。これなんだって。あー、韓流スターっぽいね。これ腹立つよね。あの、次がね、俺個人的にこの次の写真がすごい好きなんだけど、これは何、漏れてない、いや、まこっちゃんの写真なんだけど、まこ、でも漏れてないと思うよ、まこっちゃん。あれ嘘、あれ、かっこよくない。え、だそうだそう、これ腹立つ、いや、これ腹立つよね。これやだ、俺やだやだやだ。これ、これめっちゃ飛ばしてんのよ。これお化け屋敷でしょ。なんだよ。なんか、こう上の角度から一回飛ばしたら大体かっこよく映るよって言われて。これまこちゃん、そう、俺俺俺やってみたんだけど、これ漏れてなくない、怖くない、なんかかっこよくない、ちょっと。え、怖いでしょ。しかもアヒル口してない、ちょっと見て。ちょっと可愛い子見てみたい。きますか。いや、ドアップはいいよ。口に、口にドアップできますか。口にドアップ、そんなピンポイントでやられる。うん、ちょっと光、そんな可愛い俺。あ、まあ、してますね、アヒル口。上にこんな影できてるもんね。まずっ、アヒル口してますね、これ完全に。うわ、マジか。じゃあ、みっくんの心霊写真ないの。心霊写真、うん、あーはね、あるよ。あります。あるけど、いいの、それ出しちゃって。いいんじゃん、そんな細かいところまで突っ込まれると思わんかった。いや、そこが一番気になった、俺見た瞬間に。みっくんがね、よくあの心霊写真撮れるんですよ、本当に。みっくん、うん、みっくんが。それで、3人って久しぶりじゃね。確かに、あんたがいなかったの。そうだ
久しぶりの3人です。何その感じ、なんなら俺多分5月1日以外全部出てると思うよ。5月1日とか4月1日以外。ああ、月謝無理だもんね。うん。で、あのみっくんよくね、心霊写真撮れちゃうんですよ。それで、あのすごいね、あのガチな感じ、うん、初めて悪い、俺今まで来て初めて心霊写真を真面目でまともに見たんですけど、うん、みっくん結構すごいの撮れるよね。そうだね、割とでも心霊写真、俺喋っといて。うん、いいよ。心霊写真一個も、みんな心霊写真見たことあります？久しぶってますね、僕。はい、久しぶってる。久しぶってるのね、タイガーって言われたら。久しぶりですね。いや、忙しぶってるのね。ああ、忙しぶって、俺忙しぶってな。え、忙しいから、忙しいから、これ。ああ、忙しぶってることないけどね、俺ね。全然暇暇いますけどね、いつも。心霊写真で何、どういうの、顔が写ってるとか。いや、ちょっとこれは見てから言ってあげたいんでね。ないかな。ちょっと待って、そんなに前じゃないの。なんか一時期さ、めっちゃアンビリーバボーとかで心霊写真撮ってみたいな。あった？まだ持ってね。うん、心霊写真なんかちょいちょい見せてるよね。あ、その辺からだよ。やばいやばい、ガチのやつで、バンドイベントの時のだよね。うん、練習でスタジオ入りした時、バンドイベントの練習でスタジオ入りした時に心霊写真写ったんですよ、みっくん自身に起こったっていう。なんかでもそういうのって怪我したり死んじゃったりとかっていうね。でも言うよね。え、ないな。あんま別に怪我とかはしないでしょ。ないか。ないないみたいなんで、ごめんなさい。ないこんだけ引っ張って。そう、こんだけ引っ張ったんすけど、ないみたいなんで。すごいね、うん、多分ないっぽいっすね。ないね。え、何でやったんだろうあれ。でも誰か持ってたんですか。じゃあ来週はそれをお楽しみにって感じ。ああ、そうしよっか。来週は見せようか。心霊写真ね、ちょっと気になるもんね。さあ今日のね、LINE くれませんかコーナーやります？あ、終わっちゃう、もう1分か。1分前なんだ、1分もう早い ね、もう1分前ですか。1分前ですね。あさってがイベント。何あの飲み切り男祭りイベント。ああ、例のあれをやるんで、ちょっとやっぱりね、みんな飲みたい時期じゃん多分。まあね、まあ、5月ってほら5月病あるけど、それを吹き飛ばそうという意味で飲み切り男祭りイベント、うん、ぜひね、あさってあるんで来てください。はいはい、あさってはタイガがどんなお酒も拒まないで、どんな量でも飲みます。嘘を言うな、絶対飲まない絶対飲まない。俺はそんなにお酒タイガに手より飲ましてあげた方がいい。タイガにテキーラあげたらすごい満面の笑みでありがとうって言ってくれるそれを楽しみに。いや、王子様っぽい感じで、はい、言いますね。ぜひザ・サロンと R20 お願いします。そう、来週もよろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございました。なんかちゃんと次はマックスでいます。心霊写真楽しみに。ありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。